ガチスロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗はサマイ数のみにより決着する。勝敗により勝ち点を獲得。また今シーズンより設定予想による勝ち点獲得をはじめ、その日の収支によるポイントや獲得枚数に応じたポイントを得ることでも勝ち点を獲得。より熱く激しいバトルが繰り広げられることとなった。各リーグトップとなった者だけが許される決勝戦。優勝するのは一体誰だ。パチスロバトルリーグ。パチスロバトルリーググループ B の最終戦、梅谷新 VS 兵。まずは前半戦のダイジェストから。そうでもね、取りたいの全部取られてます。85番目入場と抽選に恵まれなかった梅谷、狙い台はことごとく取られてしまったが、残りの台の中から設定6が入る可能性を追い求め、なんとか打てそうな台を見つけ出す。これ台番で、これが3日前、自分の狙い台そのものではないので、そこまで全突破できるかっていうのはちょっと違いますけどね。今回優勝できなければバトルリーグから脱退するという決意を胸に最終戦をスタートした梅谷。これ引いた時点でボーナス確定です。これ以上っていうか5連ですけど。114ゲーム投資5000円で赤7ビッグを引いた梅谷。そしてそのビッグ中の7揃いから ART に突入。この ART 中に3回のレギュラーボーナスなどで ART を上乗せし、約600枚のコインを獲得と絶好のスタートとなった梅谷。そしてこの ART を抜けた後も、おお、フリーズ来ましたよ。およそ5万分の1のフリーズを引いた梅谷、まさに決勝へ進もうという執念で引き寄せたビッグチャンスをゲットする。びっくりした。このフリーズビッグを皮切りに再び ART とボーナスを絡ませての連チャンに突入する梅谷。一気に1200枚オーバーのコインを獲得し、このまま勝利に向かい突き進むのかと思われたが、外れが148分の1なんですよ。ぶっちぎりで設定1より悪いです。通常時の ART 突入率や外れ確率からこの台に設定6はないと読んだ梅谷。この台では大きくプラスとなったものの大移動。プラスの状況です。決勝に向かうためには設定6もしくは3000枚以上の獲得など厳しい条件があることもあり、なかなかめぼしい台が見つからずホール内を探し回る梅谷。これありですね。数少ない選択肢の中からレギュラー確率が良好なアイムジャグラーを選択した梅谷。270ゲームで不動48回、いいな、もうちょいやろう。おお、びっくりした。よし、初当たりまで苦労するものの投資8000円でレギュラーを引いた梅谷。このレギュラーを消化したところで前半戦が終了。不動確率とレギュラー確率から設定6に期待ができる展開の梅谷、見事設定6をゲットし優勝決定戦に進出することはできるのか。このね、レギュラーを消化しつつ前半戦終了したいと思います。梅谷と同じく優勝決定戦への望みはあるが、厳しい条件が伴う票。獲得枚数での勝ち点上乗せを目論み、島唄で最終戦の勝負に出る。聞きたいなあ。遅れましたね。これでもう降格以上なんですよ。現役屈指の出玉性能を誇るも低いボーナス確率に手こずる票。ならず、早くも投資が 10K を終わってしまいましたね。ボーナスが引けないままにいきなり500ゲームを超えてしまったヒョウ。初当たりまで594ゲーム投資1万9000円といきなりのピンチを迎えるが、おいなんでこっち揃うんだよ。なんといきなりスーパービッグを引くヒョウ。設定カンパ的には嬉しくないものの、 ART 確定なだけに気合が入るが、まあいいか、楽しいからさ。このボーナス終了後の1ゲーム目にフリーズするか否かによって連チャンが全然違います。うわー、しなかった。はい、 ART 突入です。この ART は2連で終了してしまったヒョウ。若干意気消沈といったところだが、 ART 消化後すぐさまチャンスが訪れる。
スがいいな。ビスですね。109ゲームノーマルビッグ。いやでも多分ね無理だと思うんだけど。うわいました。成立にこれ、ね、ART を抜けた後の最初のボーナスで ART 突入と特殊条件での ART を決めた票。この 75% 継続以上確定の ART で一気に連チャンし、島唄の底力を存分に発揮させることに成功。おい来ましたね。ノリノリですね。レギュラーせないぜ。結果レギュラー1回を挟み ART を15連チャンさせた票。一撃で900枚のコインを獲得し、最初のスーパービッグの分も合わせプラス域に浮上する。あーこれはやばいですよ。もう、はい、終了の、まあまあ連チャンしましたけどね。しかし一筋縄ではいかないのもこの島唄の特徴。次なる ART がなかなか引けないままにどんどん持ちコインを削られていく。きつい、このレギュラーはきつい。やばい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 、飲まれるぞこれ。ついに下皿だけとなり、再び追加投資かと思われたところでなんとかビッグを引いた票。93ゲーム持ちコインでなんとかつながりました。ビッグ終わった。しかしこのビッグ後も ART には突入せず、設定6の可能性が大きく低下したためにこの台を諦め別な島唄へと移動する。それこのまま移動しますから。そしてこの台を100ゲームほど打ったところで前半戦が終了。優勝決定戦へ行くには厳しい条件が待ち構えるヒョウ。しかしこれまで幾多のミラクルを起こした剛腕で奇跡を起こしそうな気配が漂う後半戦。第9シーズンの優勝決定戦に向かうのは一体誰だ。マジで今回撮影に協力していただいたグランドピーステーションは八王子インターチェンジ国道16号線沿い、パチンコ432台、スロット270台、駐車場560台完備の大型店。当店看板イベント3のつく日開催グランドマックス、6のつく日開催グランド6など連日イベント開催中。お客様のご来店心よりお待ちしております。こんにちは、梅谷慎です。こんにちは、ヒョウです。はい、といったわけで始まりましたパチスロバトルリーグ第9シーズングループ B、はい、第6戦の後半戦、はい、つまりはこれねバトルリーグ、決勝以外の本戦の最終戦になります。最後です、はい、最終戦になるところでですね、まあ僕の方は一応今回優勝できなかったら、引退すると宣言した状況での優勝はまあヒョウ君に勝って終始で勝って6に座る、もしくはヒョウ君に勝って終始で勝って5に座って3000枚出すみたいな厳しいいろんなミッションが課せられてる、ね、この辺水ビッチョビチョの状態です。でもヒョウ君ほらもうこうなってるでしょこれも今この辺までだから、ヒョウ君アップアップしてる。まあヒョウ君もヒョウ君の場合は俺に勝って終始で勝って6に座って3000枚とかだね。もしくは5000枚、何もなしい5000枚。僕より1人1つミッションが多いと、はい、だから5000枚出すのあともうちょっと4時間、ね、しかも今負けてるでしょ。今コイン持ってないから。そうそうそう、早めに締めましょう。だからまあ早めに締めましょう締めないよでもあれですよ、あのこの戦いはそのね順位とか僕の引退とかね、まあヒョウ君の脱落決定戦、僕の脱落決定戦もありますけど、もうかかってるんですけども、それと僕個人的にはねヒョウ君に1回も勝ってないので、まあね、天敵を一度ぐらいはギャフンと言わせたいという。だからもう言ってますけどね、ギャフンって前半戦で勝手にねでもさ、よく飯食ったとこうやってやられるじゃん、 V 字やられるでしょ。やるやる。まあだからその辺も僕もねヒョウ君がそうやって V 字になることもちょっと期待してる部分もあるから、その辺もね皆さんもっと期待してると思うので、はい、早速実戦の行ってみたいと思います、はい。さて、もしかしたらですねバトルリーグで僕が打つのは最後になるかもしれない実戦がスタートいたしました。まあ、今回僕はヒョウ君に勝つ、終始で勝つ、なおかつ6に座る、もしくは、その最初の2つは同じで5に座って3000枚出す、でしかも設定を当てなきゃいけないんですっていう意味で、まあ、5と6の見分けがつきやすいって点で、まあ、とりあえずアイムから打っております。で今のところ不動確率が良くて、まあ、レギュラーだけはねちょうど僕レギュラー1回だけ引いたんですけれどもいいと、まあ、ビッグを引ければっていう感じですが、
まあ、数値的には、結構余裕があるので、まあ、他の台の様子も見つつ打ちたいと思います。あれじゃないですか、僕のこうバトルリーグ最終戦がジャグラーっていうのもね、ある意味オツじゃないですか。オツじゃねえかはい、じゃあ後半戦いきます。急いで急いで、全然時間がないものを、まあ、急いだところでビッグ引かなきゃしょうがないんだけどね。おい、今日後半開始早々に引いたボーナスはレギュラー。いやー早かったんだけどな。打ち始めから85ゲームですね、レギュラーを引きました。さあ、フリーズチャンスですよ。くそ、 5% なんか引けないけどさ、そりゃとにかくノーマルビッグを引くことが大事です。梅谷に勝利しなくては最下位決定戦行きの票。まずはプラス収支を目指し、一刻も早くビッグを引きたいところ。ブドウはいいんですよ。これが6でね、氷君に逆転されなかったらそれで決勝なんですよ。そうなんですよ、僕ここで勝ってもし決勝抜けしたとしても決勝戦で勝たなきゃいけないんですよ。まあ自分で言い出したことなんですけど、自分で今回優勝できなかったら引退しますと宣言したんですよね。全然後悔してないですよ、はいでもね、あくみさんにずっとあんな勝ってたあくみさんに推薦されて、まあ、ある意味あくみさんと同じぐらいのっていうか、まあそれ以上のことをしなきゃいけなかったのに結局優勝できないと、優勝どころかね決勝戦でもいけなかった回もありましたからね。はい、またレギュラー。まだ今回も決勝にいけなかったらもうそんなの言語道断ってやつですよ。でもこんだけレギュラー引いてると当分やめれないですね。まあでも、まあ、優勝目指すためにいろいろその条件言ってますけども、その条件っていうのは結局僕は普段からしてることですね。6を目指して、勝利を目指すと、まあバトルリーグ同行でこれがパチスロの基本だと思うんです。まあ僕の中では一応そのバトルリーグに出てても自分の立ち回りを崩さないようにと、特に前のシーズンから第7シーズンはちょっとねバトルリーグの勝ち意識したんですけれども、第8第9は、まあ、バトルリーグの勝ちよりも、自分の立ち回りを通すことを優先したっていう部分があるんで、まあそれに対しては一切悔いがないです。ただ結果がついてこないことに対してはそろそろ責任を感じるっていう、そういうわけです。ちょっとブドウが悪くなってきましたよ徐々に。でもレギュラーは引いちゃうからやめれないみたいな追加投資です。そんなこと言ってるとブドウがポカポカ落ちて回復するんですよ。まあ結果6だったら何の問題もないですけどね。とりあえず朝一の状態からレギュラー2回挟んでますから、次のノーマルビッグで、ART に入らなければ6の可能性が大幅ダウンします。いや今非常に僕は追い込まれてますよ。あれこの札何、何やら島唄に札が刺さっているが、イベント台、イベント台になったの。なるほど、それで朝より客付きがいいわけだ。そうか、イベント秘書になったか。さあついに飲まれてしまう。あ、前半戦から持ってきたコインがなくなってしまいました。追加投資です。これで総投資が 20K。こちらも追加投資中の梅屋。当たんないな。まあこの台は当分やめれないですね。化け格が良すぎる、なんですが一応他の台の様子をいろいろ見て回っておきます。もしかしたらこれがもう5だってもう確信したらやめるしかなくなるんですよね。
まああれですよ、5で1500枚出せればいいんですけど、一応ね僕アイジャグの5は5って分かったら打たないようにしてるんで、前半戦では少しお話したんですけど、まあ、このお店はサイト7に加入してまして、サイト7月額いくらか分かんないですけど、僕一応会員なんで定まデータが見れるんですね。で一応それを元に狙い台作ってまして、まあ、バイオのあの右角これですね1250は一応僕の本命なので、あれがまあ双子勝ち盛り出てるので狙いはあながち間違ってないんじゃないかと。エウレカはこれ1315が本命で、まあ人が同じなんで、で攻撃カウンターも使ってるので多分悪くないんじゃないかと。さてさて当たってくれないですかね、そろそろ。もう愛着に1万入れてますよ僕。早く投資を止め設定カンパに時間を割きたいところだが、両者揃って追加投資中と後半戦に入り苦戦が続く。お、来た。ここであれを外すのは痛いな。音大きいですね。あー、お、2連続。お、来たんじゃないこれは。うわーし、お願いビッグお願い、おっしゃ。324ゲーム追加投資が 8K。 今日やっと待望のビッグボーナスをゲット。果たしてフグは光るのか。いやいやいや、よかったよかった。ただまあこっからなんですよね。ここでときめきゾーンでときめきランプ、ワフグランプがつかないと、これこの台も6の可能性は低いということになるんですよ。叱らなきゃお話にならない。ダメでしたね。ここでフリーズが起きないともう僕ダメじゃないかな。最下位ら脱落なんじゃないかな。うわ、起きなかった。あー、つらい。しかしそんな表に、今引き戻しゾーン中なんですよ。 ART 確定です。イエーし、もちろん目論見とは全く違いますけども、うわー、首の皮一枚つながった。あー、とりあえず ART は確定。しかしこれが連チャンしないと、しかも相当連チャンしてくれないと、いやでも、もういいか、そんな優勝優勝言ってんのも、いや本来はそういうもんなんですけどね。今まで僕ほら楽しくやってきて優勝してきてから、まあそんなガツガツしなくていいか、楽しくと。要は20分の1でのボーナスを1ゲーム目に引いてくださいって言われてるようなもんでしょ。それを引こうと思えばいい。まあまあそう簡単に引けるわけないわな。はい、 ART に突入しました。あー、よかったよかった。しかしこの ART は単発で終了。そうなんだよね。
終了です。単発か、この台はここまでだな。さてどうしようかな。まあちょっととりあえずこの台押さえときますか。別の島唄をキープしつつウルトラマンの島へ赤、今だけこんな赤いウルトラマンも見ないけど、赤いな、赤い、この店は赤い。鬼浜か、もはや鬼浜でも無理なんだよな。とりあえずあの島唄に移動しましょう。これ今まあ今1、2、3、4、5、6台中2台出てますけど、まあ、僕はそのどっからどのボーナスから ART に入ったとか見てないので、まだ可能性はあると思うんですよ。空き台の中にね6がある可能性もあるしっていうか、そう思ってないとやってられないんです。まあちょっとビッグがね2連してくれたおかげでね、コインの方が返ってまいりまして、じゃあ3代目ですね、今日3代目の島唄に行きたいと思います。だいぶ周りの島唄が盛り上がってきましたよ。3代目も島唄で攻めるヒョウ、果たしてフリーズは引けるのか。そしてこちらも追加投資中の梅屋。苦しいよ、まあ、まだこんなんじゃ何も分かんないんですよね。実際ブドウもすっかり1の確率になっちゃいましたけど、なっちゃいましたけど、なっちゃいましたけど、まあ、多分今この台空いてたら打つんですよね。レギュラーしか当たらないのもきついけど、何も当たらないのはさらにきついですね。ちょっとひどすぎるよ。もう最後の最後にこうやって牙を剥くんですよ、このジャグラーの野郎は。まあね、バトルリーグでは大変お世話になりましたから、文句言ったら罰が当たりますけど、多分この1000円で300分の1になると思います。でブドウも全然良くないし、まあ、300分の1っていうとまだ悪くはないんですけど、特別良くもなくなっちゃうんで、まあ、4みたいな。やめます。レギュラー確率が300分の1を超えたことから、このジャグラーをついに諦める梅屋、はい、今ですね304分の1になりました、レギュラー確率が。まあ300分の1の台は多分見つけても打たないので、今見つけても打たないということで納得してやめます。やべえな、もう収支どうなってるんだ。21、26、200枚ぐらいしか浮いてないです。やられたやられた。梅屋再び設定録を求めてホール内を探し歩く。あー、ミスったな。まあでもね、エウレカがどう見てもあんなの低設定のマグレ引きだと思うんで、多分2がマグレ浮いたんだと思うんですけど、それで浮いた金なんで、まあこうなって叱るべきかな。まあちょっと理論的におかしいですけど、まあ低設定で出ることもあれば高設定で負けることもあると。まあ低設定は負けることのが多くて、高設定は勝つことが多いっていう、それだけのことですよ多分。いやー、まさか前半戦と後半戦の間に札が刺さってお客さんがついちゃうとはな。セーフ、よし。ビッグがいいな。あー、レギュラーだ。
打ち始めから144ゲームですね。レギュラーを来ました。持ちコインで行けましたね。次のビッグで行けばっていうところですね。フリーズチャンスもあっさり外れましたね。次こそビッグで、ビッグで、苦しいな。今も昔もシマウトのレギュラーは僕を苦しめるな。一方の梅谷、ホールを徘徊していると、エウレカ1315番台マイナス1500マイナス3000マイナス2000で第一候補開きましたね。でこの台今の今まで粘ってて小役も数えてました。なので、まあ、ここまで回してるんで悪くはないんでしょうけど多分突っ張れなくなったんだと思うんですよ。なのですごい微妙です。多分絶対1じゃないと思うんですけど6かどうかわからない、まあ、またこれエウレカがね判別難しいんですよ。これがエヴァだったらまあねえだろうと思えるんですけどでもね今、まあ、ギリギリプラスぐらいなんですけど、まあ、今はプラスを保ってもしょうがないんですよ。結局プラスでなおかつ6つ持んないと味方に勝てないので逆転できないので打ちます。怖いでね微妙に4とかでねどうしようもなくなるかもしれないですけど、まあこれ打ちたかったら、ね、悔いはないですよ。朝一戻ったと思えばまあね悔いはおお今日チェリーじゃないの違うし初戦ジャックチェリーやっぱいらやっぱいらねえって言われた。おチャンス目チャンス目ですよ。おチェリーさっきのチェリーで広角に上がってこれで当たる。やめてー。お行くんじゃないのこれ。そのまま行くんじゃないですか。来たでしょこれ。うーん。おーっと多分ね綺麗にさっきの最初のジャックチェリーで広角に上がって強チェリーで ART 当たったんだと思います。でまああのその挙動ってまあ1でも全然あり得るんですけどやっぱり6の方が起こる可能性が高いと。でその前半戦で打ったウエレカはそういうあれ6だったらまあ当たるでしょってところで何度も外したっていうのをやめた理由ですね。それを総合して体感と呼ぶことにしてます。移動後投資1000円で ART に当選した梅谷。さらにここでそのボーナスが当たれば強水か。展開がいいぞ。おこれでわ当たりました。すげえついてるな白なら。おお白なら当たった。追加投資なしです。いいですね待機中に。これで3000枚とか出ないかな。そんな高望みはしないよ。狙い台でいきなりの高設定挙動と手応えはバッチリの梅谷。果たして設定もバッチリなのか。いきなりここでまた上乗せジャックか。やっぱエウレカだな。でもこの間そのとある、まあ、実戦でエウレカ打って、まあ、僕が全6だあ全大高設定じゃないかと思って打ったら全6だったんですけど結局ほとんどの台が1回と変わりました。やっぱ判別が難しいし展開が悪いと出ないんでやめる人が多いです。これもその1台であってほしい。うん
おお、2発目いました。いる予定じゃなかったんですけどね。こういうのは一応6挙動なんですけど、いる予定じゃないのにいるっていうのは。オーラリアンモード突入。そして ART は3連目まで継続。まさかいるとは思ってませんでした。もう一発ぐらいいてもいいよ。じゃあこの際一方、後半に入りまだ見せ場すらないヒョウ。さあ 30K を超えようとしています。しかしもう引けず行くしかないのです。残り時間と今のこのコインゼロを考慮して僕の決勝戦行きはほぼなくなりましたね。どうあとあるとしたらもう急にどこかから3000倍のコインが湧いて出るぐらいしかありえない。そしてハマリは500ゲームを経過。いやきついぞきついぞ。さあ総投資 40K。 わあ、まさかここまでやられるとはね。一か八かの勝負に出たんだからこうなるのも予想の範囲内だったってことですよね。それでも今のは光ってほしかったもんね。さてあとはこの台をどこまで追うかだよな。次レギュラーだったらどうしよう。すごいな、ぐいぐいお金が入ってくよ。このまま1200の天井とか行ったらどうしよう。悲しすぎる。今まで好き放題やってきたツケがここに回ってきたのかな。いやー本当何この生き地獄。まだまだ追加投資が止まらないヒョウ。果たしてどこまでハマってしまうのか。ただまあ島歌打ってて4万投資なんて普通なんだよな、正直な話ね。まさか本当にこんな目に遭うとはな。いやー投資 50K でございます。これはもう天井まで行った方が早いな。むしろこの辺でレギュラー引かれたらもう僕は続ける勇気はない。1000やってしまいました。到達してしまいました。大台突破です。投資はなんと 53K でございます。いやもう本当悪い夢を見てるようだな。どうしてこうなったんですか。やめろやめろ。おいやめろ。おいやめろよ。おいおい。無音でした。あ、でもいいや、ビッグだ。ふぅ、はい、なんと1009ゲームかかりましたがようやくこの台で初ビッグを引くことに成功いたしました。うおー、きつー。まあまあ、ART にね、入ってくれることを祈りますよ。入れなかったらもうやめますよ、この台。ないのか、ないのか。ないみたいですね。なかったです。あー、そうですかそうですか。どうしましょうね。もう打つ台ありませんよ。
はい、今 RT も終了しまして、結局ビッグでビッグから ART に行きませんでしたので、この台も6ではないでしょうと判断します。まあ200枚のコインがあるからなんか打とうかな、トラマン打とうかな。どうも、敗者の票ですよ、脱落しますよ。もうあの200枚のコインをね、梅役にあげてもいいぐらいですよ。そして結局ウルトラマンに匹敵するヒョウの得意騎士と言われる鬼浜でも打つか。いいですか、これが壊れた状態というものですこのね、この持ちコインで遊ばせていただきますよ僕は。はい、どうも島唄さんお疲れ様でしたと。じゃあ鬼浜に行きましょうね。番組では初となるが、鬼浜でも神の腕を発揮すると言われるヒョウ、その噂は果たして本当なのか。いやー、今日は実らない一日だったな。一方の梅屋で、誰だ勝ち取れ、あれ、お、上がったかな、スイカが、ここでスイカ、お、今日チャンス目、お、あ、多分この時代で確定ですよ。今のは演出は多分今日チェリーじゃなかったら何か確定すると思うんですよ。多分さっきの今日チャンス目で当たってるんだと思います。今日チャンス目からの白レグです。あー、勝手になしで、これ×だと、でこれで判別する。1回目だけ当たったパターン、6だと 40% で当たってるんですね、1だと 14%、 結構な判別要素になるんですよこれが。でもちろん解析値を見てもこれは導き出せるんですけれども、毎回ねその細かい表を見ると大変なんですよ、ね、ましてやその表を覚えてる人なんてめったいないと思うんですよね。だからこれ非常に便利なので、まあ他の携帯サイト入ってるともこのためだけに、エウレが打ってるんだったらこのためだけに、超速必勝棒に入るのもありだと思います。なんで俺宣伝してるんだ。余裕なのか開き直りなのか、楽しげにエウレカをプレイする梅屋、そしてエウレカもそれに応え始める。強水化、まあ高額だったらそこそこ期待持てます。お、まあ問題なしですよ、むしろ最高ですよ。このビッグ中7揃いはならなかったが、まだまだチャンスは続く。今日でお願いします。よし、お、暑いな、リップ2連してる。あれ、お、微妙。おお、今今日チェリーから、まあ今日チェリーの同時当選としか思えない当たり方で白穴を蹴ったんで上がらなかったと思います。うん、最高じゃないですか。メダルだ、勝ち取れ。おお、何で当たったんですかね。目足は見せてないと思うんですけど。お、これ熱いんじゃないの。待てだ、左よ、右よ、おっしゃ、
熱いでしょこれ。この時点で、まあ、外れか単独かさっきのチェリーで当たってたんです。赤ならだ、赤ならですよ。梅谷連チャンで赤ならビッグをゲット。ここからどれだけ ART を上乗せさせることができるのか。いや楽しいな。一方鬼浜へと移動したヒョウ。どうなのこれ。おお、いた。3 4 5 5 5か。ああこれ大丈夫かな。今何ゲーム続いたかな。結構続いたよ。残念。ぶっちぎりターボの感想をさせたいんですけど、ね、何を言ってんだろう。いやあれ得意なんですよ、すごい。アレさんはあのこれに狂っちゃった人いたじゃないですか。アレさんとこう乗り打ちしたりするとね、隣でよくぶっちぎり完走してあげたりしてたんですよ。だから皆さんにもお見せしたいんですけどね。おおおお、いったれい。いいね、いい。おお、こいつか。こいつが見えた瞬間とか嵐さん言ってたな。楽勝ですな。まあこんな具合に簡単に ART には入るんですよ。2回目の OB から ART に突入したヒョウ。やはり神の腕というのは本当なのか。お、お、これはもうだってあれでしょ、いるんでしょ。おお、ピック引いたってこと。やった。はい、ART39 ゲーム目ビッグ引きました。あ、完全告知が良かったんだけど。
鬼浜ちょろいな。揃わねえかな、七。七揃わんかったな。何今の声。なんかした俺。気のせいかな。なんかあれ、なんか最後のセリフなんかあったよ。関係ないかな。すいませんね、久しぶりに打つし、もともとそこまで詳しくないんでね。なんか結構余裕で続くな。こんなんだっけ鬼浜って。なんだかんだでもう箱使うけど。何なんですかこれは。たく島唄よ、島唄もこんぐらい出ろよっていう話ですよね。仕方がない、仕方がない。やはりパチスロはこう気軽に楽しくですから。ただまあ島唄もこれもあまり気軽に楽しく打てるキスとは言い難いんですけどね。あ、はい、悪ゲームちょうどですね。これなんだっけ、 BG ね。はい、勝ちましたと。アラスさん見てますか、あなたの愛した鬼浜は僕にこんなに優しいんです。 あなたにはあんなに厳しかったけど。アラスさん、あなたはいつも言ってた、僕と鬼浜打つとずるいと、才能がありすぎると、この10分の1でも鬼浜が嵐さんのことを愛してあげたらまた何か変わってたかもしれないのにな。さっきの BG でどんぐらい乗せるもんなんだっけな。50ぐらい、多分そんぐらいだろう。すでにどのくらい上乗せしているか不明状態のひょうの打つ鬼浜。いよいよやばいか。そんなことない。なんかそんな大したことしてないっぽいのにな。なんだろう、なんでこんな続くんだろう。それともなんかあのビッグでなんかあったのかな。ちぎり、ちぎり、あらららら、どういうこと。あ、引いたの、なんか消えてるし。あ、でもこれ分かんないんだっけ。ああ、ちょうど終わってたんだね。1終了。そっか、終わったか。まあしょうがないな。約700枚のコインを獲得したヒョウ、ここで最終戦の実戦を終了。はい、というわけで最後、まあ、ちょっと軽い気持ちで打った鬼浜が頑張ってくれたおかげで912枚返ってきました。最下位で脱落戦に行くと思われますが、まあしょうがないでしょう。今シーズンはちょっとあまり思ったように引けなかったのでしょうがないと思いますが、とりあえず僕の最終戦はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。一方、エウレカに最後の望みを託し打ち続ける梅谷。ダメ、ミルバーシが怒ってる。メダルな勝ち取れ、それすらやらせてくれない。あ、じゃあ強水化で。おお、気をついた。お、なんでしょうね。かっこいいな。ボーナスです。チェリー取らなくていいですよね。
終盤ボーナスの連打でコインを増やしていく梅屋。設定差ないんですよ。狙ったら揃います。おうおう、これが元 SOL 第1機動部隊エースの実力だ。コーラリアンモード、コーラリアンモード突入。まああんまりもう時間ないんでボーナスの方がいいですけどね。しかし時すでに遅く、この ART 後142ゲーム回したところで実戦終了の時間となる。まあこの連チャンが抜けたらやめですね。まあ結構出て楽しかったですよ。ほとんど赤らの引きで出ただけですけど、まあ、あのエウレカが50枚しか使ってないので、まあ、あのエウレカでは、まあ、800枚弱、勝つことができました。まあ、あの趣旨的なプラスなんですけれども、まあ、結局大事なところは設定予想、そして打ってた台の設定になるんで、まあ、残りはヒョウ君とじっくり話したいと思います。パチンコパチスロ最強データサイト、データロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。いやお疲れ。はい、お疲れ様でした。一時期さ、ちょっと目が死んだ魚みたいになってたけどさ、そうですね、ちょっと復活したね。ちょっと楽しいこともあったりして、楽しいこともあった。はい、じゃあそんな振り返っていきますか。まあ後半戦が始まりましてね、ここから始まったんですけど、まあ地獄で、うん、まあこの辺はそうでもないんですけど、まあこちらの方ですね、3代目、これひどいね。ここに地獄が待ってまして、1000ゲームビッグ 27K 追加投資で DRD 入らずと。はい、だからもうこの時点で投資が54K 54か。だからもう、あ、最下位も決定して優勝もないよっていう状況です。だからもう、まあ、別にやめてもよかったんですけど、ここからね、だってプライベートだもんね。そう、まあ本当は書く人もないよ、ね、ちょっと待ってる間に打っちゃおうと思った鬼浜が結構楽しくて、でなんか900枚ぐらい、おお、でまあ結局マイナス1788ポイントだけれども、まあまあ、気持ちはねちょっとね、うん、4万円ぐらい返ってきてるの気分ですよ。すまん、まあ後半戦そのままジャグラーを打ったんですけれども、うん、これひどいんだよ。ちょっと見て、アイムジャグラーのくせに21本だよなんか暗い顔で当たらねえんだよ。レギュラー見て560レギュラー、はい、14レグ550にやめだよ気持ち悪くなってすごい台になっちゃってさ。でまあさすがに、ブドウも悪いし、うん、でこっからまあうろうろしてたんですけれども、なかなかね、空き台がない中で僕がその、サイト7の方を見て、まあ、本命にしていたエウレカが開いたんですね。あ、朝狙ってた台ですか。そうです、で4000ゲームぐらい回された状況で開いて、でその人ずっと4000ゲーム判別しながら打っていたので、まあ悪くない挙動だったけど心が折れたんじゃないかと。あ、なるほどね。いうことで、まあ、あのエウレカ自体判別が非常に難しいので、うん、まあありかなと思って、うん、まあ、打ったらもう速攻でここからバーっと赤を、ね、よく引いたんですよ、ね、1、2、3、赤ピック3回も引いて、はいはい、で832枚と、うんうんうん、で少し取り戻して、プラス1000ポイント、まあまあ無難な勝利ってやつですね、はい、そうですね、普通にプラス1000ポイントで、うん、この時点でまあヒョウ君には勝ったと。まあそうですね、ヒョウ君に勝って終始も勝ったんで4ポイントつくんで、僕この時点で 9.5 なんですよ。でミカちゃんが11点、うんうん、でその差 1.5 ですかね。そうですね、 1.5 を埋める方法はもう設定6を当てるしかないと。ないですね。ここで自動的に、僕は予想はもう6とするしかないんですけれども、はい、まだこれ実は設定いくつか出さないでくださいよ。まだ引っ張りましょうとりあえずさ、ヒョウ君もさ設定予想しようよ。あ、じゃあ僕も記念にいいですか。そうそう、うん、なんかさっきねちょっと発表されたっぽいみたいな。あ、そうなんだ。鬼浜が2台しかないんですけど、うん、だから、最後の記念にこれを6とさせていただきたいと。いいですね、うん、あのね一応判別予想の話すと、まあ、怖いな、この台は空いてる台の中ではっていう理由で打って、うん、結局見切ってるんでなしで、このアイジャグもまああって5だろうということで、うん、なし、はい、で、このエウレカなんですけれども判別予想は正直よくありません。 ART 中、外れ
280ゲームぐらいしか消化してないんですけど、2回しか引いてない、240分の1です、でまあ思考が少ないんですけれども、まあ一応ですね、初めて来る店とはいえ狙い台として絞ったので、この台6と素直にさせていただきたいと思います、はい、この瞬間にね、今出てるのかな、実は設定1でしたっつってマイナス1ポイントってなってるかもしれないけれどもまあ悔いなしでしょうが、ね、いやでも今日は僕としてはあの楽しい戦いをできたと思うんですよ ね初めて僕も梅枠に負けました、ね、それでかいんですよ僕あの決勝行くこととかあのそういうことより今日君に勝ったのがすごい嬉しいんです。なるほどね、いなくなる前にっていう、そうそうそう、なんかおかしい、なんかひょうくん、俺とみかちゃんとひょうくんのこうさ対戦成績はさ、バツバツ丸丸バツバツみたいなさ、そのじゃんけんみたいになってたんだよね。ああ、そうそう、俺はひょうくんに勝ってない、みかちゃんは俺に勝ってないみたいになってて、だからもう僕はほらね、ずっと対梅屋用サイボーグみたいな、なんかイライラするそれなんでも俺ね、心のどっかでこうやって俺がちまちま出してんのをひょうくんがなんかドカンって逆転してくんねえかってちょっと思ってた俺がね、今日そうひょうくんが悲しい顔してこっち歩いてた時にすごい悲しかったじゃあ視聴者見たいと思うの、そのね、ああ今までみたいな、そう俺完全に悪役なんだけどまあ来週は、実戦の方じゃなくて総集編ということ で、みんなでね、まあ、今話した話も含めていろいろ話すちょっとね俺ら敵面する感じになるかもしれませんけど来週のね決勝戦で誰が出るか分かりませんけれども、はい、そちらの方もお楽しみに、そして、その後の総集編もぜひご覧になってください、はい、それではまた再来週、再来週、来週どっちか分かりませんけどもさよなら、さよなら。グループ B 最終結果、海水の陣で挑んだ梅屋、残念ながら最終戦では設定録をつかめず決勝行きはならず、トップは水瀬、そして最下位決定戦には氷が向かうこととなった。人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。